2012年の3月11日に名前を浜を元気に七ヶ浜町復興支援ボランティアセンターって変えさせていただいたんですけれども、そこからはですね、形に見える支援だけじゃなくて心の支援を中心にやっていこうと、今はですね、阿川沼というところにある町民農園の方の整地作業を任されてやっています。作業して片付けて終わりじゃなくて、そこから町民の皆さんとこう広がっていくものがたくさんあるということで、私たちは心の支援につなげようということで活動していますね。まだまだ必要です。もういつ終わるかはちょっと見当つかないですね。はい、ぜひ全国から、ここにいらしてもらって、一緒に活動、してくれたらなと思います。よろしくお願いします。ゴールデンウィーク中に瓦礫の撤去を終わらせなければいけないっていうちょっと使命があったんですけれども、本当に多くても100名足らず、最後の日くらいですかね、200人集まった。その時は本当に人足りないなと思いました。夏になるとやっぱり七ヶ浜の、象徴でもあります海がですね、もしかしたら町の方でも海開きができるんではないかというところまで来ているので、浜の清掃などもさせてしていただければなと思いますし、なるべく私たちは団体さんの気持ち、ボランティアさんの気持ちを受け入れて、よく相談してお断りすることは本当にないように調整させていただいているつもりですね。なるべく皆さんの気持ちを受け入れられるようなボランティアでありたいなと思っているので、ご相談していただければと思います。はい、問い合わせはですね、七ヶ浜町のボランティアセンターなんですけど、電話が携帯電話の方に、はい、よろしくお願いいたします。あれ、ここです。はい、はい。ボランティアで来てくださった皆さん、それからボランティアには来れないんだけれども、いつも東北、そしてまた宮城県七ヶ浜のことを思ってくださってる皆さん、本当にいつもありがとうございます。私たちは皆さんのそういった思いに支えられながらここまで来させていただきました。復興復興って言われてますけれども、これからもですね、少しずつ前に向かって頑張っていきますの応援をお願いしたいなっていうところと、それからもういろんな震災っていうのは、この大きな想像もしない、とてつもない、いろんなですね、震災来るっていうことを本当に今回の地震でもう本当に身に染みて感じておりますので、本当に今度は皆さん自身が自分のことを守る防災の方に力を入れていただきたいなと思います。本当に七ヶ浜に来てくださって、私たちは皆さんのことがすごい大事です。今度は皆さんが自分のことを守るように力を入れていただきたいなと思います。はい、お互いに頑張っていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。